Hello everyone! Oggi sono a Shibuya e vado a chiedere ai giapponesi che cosa pensano quando io dico Italia. Sono mai stati in Italia? Vogliono andarci? Cosa vogliono vedere dell'Italia? Scopriamolo insieme con il mio fantastico giapponese. Italia について ichiban saisho ni omoi ukabu koto wa nan desu ka? Posta toka pizza oishii. Ato meccha kirei na tatemono まあ他にお姉さんみたいな綺麗な人が多い。ありがとう。イタリア行ったことがありますか？行ったことないです。行きたいですか？イタリアのどの街行きたい？ローマ。イタリアについて一番最初に思い浮かぶことは何ですか？待って。なんだろう。料理。ピザ。OK 終わりました。パスタ。サッカー好きなんですけど、 AC ミランとか、あとコロッセオ、あとなんだろう、料理が美味しいイメージと、あとおしゃれ。おしゃれ、おしゃれ、まあ、今日は私もおしゃれですよ、うん、イタリア行ったことがありますか？いや、まだないです。イタリアのどの街行きたいですか？ミラノとかローマとか。行ったことがありますか？ないです。ローマとミラノしかわからない。イタリア、何でもいいです。何でもいい、うん、ピザ、ピザと、エッフェル塔？あれ、ちょっとパリか。これはピサ。ピサ？ピサのシャトー？そう。ソーリー。大丈夫ね。全然イタリアじゃなかった。イタリア行ったことがありますか？ないです。行きたい。どこ行きたい？ミラノ。どうしてミラノ？なんか街が綺麗なイメージです。ああ、うん、ファッションが好きですか？ファッション好きです。どこ行きたいんですか？ちょっと待って、本当にイタリア無知すぎてやばいわ。イタリア？ローマ、あ、ローマか。ローマはめっちゃ行きたい。ありがとう。行ってみたい、人生で。私はローマ。はパスタとかピッツァとか、そのイタリア料理。イタリア料理以外？イタリア料理以外だと、ワインとか。あとは建物とかかな。建物、古い建物。うん、イタリア行ったことがありますか？ないです。イタリアはね、いつか行ってみたいかな。でも一番ではないかもしれない。一番は何？一番はオーストラリアかな。でもヨーロッパだったらイギリスに行ってみたいかな。オッケーオッケー、ありがとう。イタリアもいつか行くと思う。いつか。Quanta luce! Ragazzi, se non parlate giapponese, la lingua universale per viaggiare è l'inglese. E non solo, l'inglese è utile anche nel lavoro, per mantenere rapporti, in amicizia. Serve! Su Cambly è possibile fare lezioni con native speakers 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche ad agosto, anche sotto l'ombrellone. Infatti su Cambly è possibile fare lezioni anche solo di 15 minuti con il cellulare. Voi penserete, vabbè, 15 minuti che fanno? Fanno! Quando si tratta di lingua, tutto fa brodo. Secondo me, la conversazione è il modo migliore per imparare, perché senti modi di dire naturali, senti la pronuncia, impari la grammatica anche divertendoti, facendo un qualcosa di interattivo, ascoltando opinioni di persone che vivono in altre parti del mondo. Gli insegnanti su Cambly sono madrelingua, ma possono venire da Australia, Sudafrica, America, Canada, eccetera. I prezzi su Cambly inoltre sono imbattibili, perché con il mio codice sconto, adesso ad agosto, avrete il 50% di sconto sui piani annuali, sia per le lezioni individuali che per quelle in piccoli gruppi. Dico in piccoli gruppi perché i gruppi sono effettivamente sempre da 3-4 persone massimo, di cui uno è l'insegnante madrelingua. Ma anche la comodità con cui si può fare lezione è imbattibile, perché tu puoi farla davvero sotto l'ombrellone, da casa tua, con il cellulare, nell'orario che vuoi. Quindi se tu dici io sono libero alle 3 di notte, puoi fare lezione alle 3 di notte. Inoltre, con il mio codice sconto avrete diritto a 15 minuti di lezione di prova gratuita. Non ve la perdete, perché non c'è niente da perdere. Check it out and let's go back to the video. イタリアについて一番最初に思い浮かぶことは何ですか？靴の形してませんでした？違うか？栗の形が。靴？違う？靴。今パッと思いついたの。オッケー、オッケー。ごめんなさい。自分はパスタ。カルボナーラ。アラビアダ？ペペロンチーノ？ボンゴレ？ペペロンチーノです。じゃあ僕は。マルゲリータですね。ピッツァ。オッケー。イタリアに行ったことがありますか？いや、ないです。ないです。マジで行ってみたいです。海外に行ってみたいってやつで。そう。まあ、どこでもいいですけど。まあ、イタリアの街はローマとかね。なんかすごい綺麗じゃないですか。日本にはないレトロっていうか。レトロじゃないけど、なんて言うんだろう。やっぱアニメの世界とかでもよく見るし、なんかちょっと現実とは違う、なんか空想上の世界ではないですけど、そんな感じで憧れみたいな
街の雰囲気ありますよね、うん、イタリア、いやもう行くイメージがなかったから全然どこ行きたいとか全くないかもしれない。 OK あの戦うところ、私はローマ、私の街、うん、そこのイメージはあります。私もグラディエーター。そうなの、うん、週末だけ女性剣士なんだっけ、あの食べ物がね、美味しいとこがいいですね。ミラノとかってイタリアでしたっけ。 ミラノも多分美味しいけど、シチリアはもっと美味しいと思います。地中海料理とかね、わかんない。シチリアとかナポリ、あ、ナポリピンだ、ナポリも、ナポリ、ナポリ、モッツァレラも本当に美味しい、はい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 、あ、そう、そこ美味しいとこ行きたい。オッケー。ピザです。ピザ。食べ物以外。食べ物以外、チャラい建物が綺麗。ピザのシャトーとか。イタリア行ったことがありますか。ない。行きたい。行きたい。ローマ、うん、いや、とりあえずピザ食べたい。本場のピザ食べたい。パーフェクト。ナポリ。イタリアについて、はい、一番最初に思い浮かぶことは何ですか。ピザですか。他に、あと、エッフェル塔。エッフェル塔じゃない、失礼。まあ大丈夫です。あのピザのシャトー。他に食べ物以外。パスタしかないです。パスタとピザとエッフェル塔、うん、イタリア行ったことがありますか。ないです。行きたいですか。行きたいです。あ、イタリアのどの町行きたい。首都わかんないんですけど、首都ローマ。あ、ローマ。パスタ。どんなパスタ。ペペロンチーノ。そう、ペペロンチーノ。私はなんかあのフィレンツェの、あの赤い屋根の景色が、まあ、イタリア行ったことがありますか。うん、イタリア行ったことがあります。どこへ行きましたか。ローマとフィレンツェかな、そこの2つ。ローマとフィレンツェ。 あとベネチア。イタリアの良かったところと悪かったところは教えてください。良かったところはやっぱり日本で見られない建造物、建物とかの景色だったりがすごい素敵だなって思ったことと、悪かったところはなんかその時コロナがすごい流行ってて、うん、やっぱりあの中国人とかと多分似てるから、なんかちょっとそのお店に入った時とかにあまりこう心よく受け入れてもらえなかったとかがちょっと嫌な印象なんで。イタリアといえばパスタ。ベタね、ベタな答えですね。サッカー、セリアですね。何ですか。イケメン。本当に。イタリア行ったことがありますか。ない。ありません。あ、イタリアのどの街行きたいですか。ミラノ。あ、ファッション好きですか。あ、イタリアについて一番最初に思い浮かぶことは何ですか。私ピザ。うん。パスタ。ベニス。ベニス、ベネチア。ベネチア。まあ、食べ物以外は。以外だと、場所だとベニスとマルディが。イタリア行ったことがありますか。ああ、どこ、どこ行きましたか。ベネチアだけに行きました、うん、イタリア行ったことがありますか。行きたいです。イタリアのどの町行きたいですか。ベニスの、あの川、あ、ボートに乗って街並みを見たいです。まあ、ロマンチックやっぱりローマの休日、映画、あのグレゴリー・ペチと、はい、オードリー・ヘップバーン、有名な映画や、はい、他に、あと料理、あの北と南で料理のあれが全然違うんですよね。わあ、イタリア行ったことがありますか。いや、うちが会社がホテルなんでイタリア料理のシェフがいて、それがちょっとあの前自分はその調達っていう買うところの部署にいたんで、すごいうるさかったんですよ、シェフがね。イタリアは新婚旅行の時に来ましたね、30年以上前。まあ、OK。 イタリアの良かったところと悪かったところは何。いや、悪かったところはないんですね。良かったのはやっぱり雰囲気が良かったですね。雰囲気が良かった、うん、はい、あのね、あの日本と違う、uh-huh. そう、あの夜はオレンジの照明みたいな感じですよね私の街はローマあ、ローマ、そう、オレンジですね。オレンジね。そうそうそう、まあまあ、質問は同じ、いつも同じです代表、パスタとかピザとかが美味しい。他に、あ、街並みが綺麗、ローマとか、うん、あ、顔立ちが綺麗。イタリア行ったことがありますか。ないです。イタリアについて一番最初に思い浮かぶことは何ですか。イタリア、あ、パスタ。パスタ。他に、ミラ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 、イタリア、ミラ、ミラノ、ミラノ、サッカー。あー、イタリア、わからないけど、世界遺産的な、なんか、なんかありそう、ありそう。うん、イタリア行ったことがありますか。はい、行きたいです。あ、イタリアのどの町行きたい。どの町、イタリアってあんま詳しくないんですけど、え、ワイスピで見たわワイルドスピード、え、ローマ出てなかった、あの映画、海外映画のワイルドスピード、最後のワイルドスピード、あー、
タリアについて、うん、イタリアって言ったらあと何だろう、赤い車赤い車 OK。 イタリア行ったことがありますか？イタリアはないね、うん、行ってみたいと思いますけどね。どの町？どの町か、ローマ、ローマかな、ローマかな、やっぱりメジャーなところ行って、でそこからまあおすすめの場所あったらそこ行ってみたいなと思うけど、日本だったら、僕だったら日本人だったら京都とか、うんうん、そういうところをおすすめの、古いの古いところ、うん、そう、ローマは本当に古い古い感じ、うんうん、その歴史的な街っていうこと、うん、こう人間的人的に言ったらみんな優しい感じ、東京優しい人ばっかりいるかなって、東京はどっちかって冷たい人ばっかりだから、まあ、東京大好きです、ありがとうございます、ピザ、ピザ、パスタ、ピザのシャトー、海、あーサルデーニャ、そうです、行ったことがありますか？いや、アニメで、サッカー、オッケー、セリア好きですか？うん、本田圭佑がいたから、本田圭佑、あー、そう二人行ったことがありますか？あ、ないです、行きたい行きたい行きたい、ローマしかわかんないなあ、例えばナポリとかベネチア、フィレンツェ、ローマ、ピザ、他にサッカー、ワイン、イタリア行ったことがありますか？ないです、うちもないです、ね、行きたいですよね。あ、イタリアのどの街行きたいんですか？ベタにローマ、ベネチア、イタリアン料理、イタリアン、例えばパスタとかピザとかサッカー、あー、サッカー、セリア、AC ミラン、ピザとかパスタ、他にピサのシャトー、イタリアに行ったことがありますか？ないです。イタリアのどの街に行きたいですか？ローマしか知らないんですけど、イタリアって言っていいんですかわからないですけど、バチカンとか、うん、そこら辺ですかね、うん、とかやっぱローマとかその辺りですかね。イタリア行ったことがありますか？いや、ないですね。行ってみたいとは思うんですけど、まあ行けてはないですね。どこ行きたい？世界遺産とかバチカン、やっぱバチカン行きたいですね、僕。バチカンは小さい。あ、小さいローマ辺りが行きたいですね。終わり。Come è andata, ragazzi? Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi, lasciatemi un commento, lasciatemi anche un thumbs up. Spero che vi sia piaciuto. Non è facile per me fermare le persone per strada, soprattutto in Giappone, perché non voglio rompere il cavolo a nessuno. Però è andata bene. Mi diverte vedere quello che la gente pensa. Lasciatemi un commento. Ciao!